ニコラス・マーレーによる1932年のカーボン、因果カーボン因果ン法は、1864年に考案された因果法。1855年、フランス人のアルフォンス・ポワトバンは、ゼラチンやアラビアゴムなどを、ジュークロム酸カリウムなどと混ぜると、乾燥した部分が硬くなるという原理を発見し、カーボン因果ン法やゴム因果法、オイル因イ果法などの、 ピグメント因果法につながった。カーボン因果法は、イギリス人のジョセフ・ダブリュースワンにより考案され、主に1870年代、1920年代に使用された。ルイ・デュ・コデュオーロン、フランス人のルイ・デュ・コデュオーロンは、3色のフィルターで撮影したカーボン因果を原稿混合により印刷することで、史上初めてカラー写真を紙に定着させることに成功した。 しかし、現在では10クロム3ジオなどの6カクロムは、毒性が強いため使用が忌避される傾向にあり、6カクロムフリーの乾光剤が開発されている。ゼラチン溶液に顔料を混ぜる。1で混ぜたものを紙に塗って乾かす。10クロム酸カリウムの溶液に浸して乾光性を与える。ネガを乗せて太陽光で観光する。温湯で現像する。ありがとうございます。